はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、これは発泡酒ですね、久々に発泡酒だな。札幌の、ネクストスタイル。これ新発売ですかね。柑橘香る新爽快系。アルコール度数 5.5%。原材料が麦芽とホップと大麦と糖類と香料。あ、でも、発泡酒で、うまいのなかったから、これ美味しかったら、あれだな。なんだっけ、キリンの、なんだっけ、あれ、まずくなったやつ。淡麗生か。淡麗生がまず、極上になってまずくなったんで。これもしかしたら、うまかったら、今後買う可能性があるね。もう発泡酒ってね、もうまずいのしかなくてね、今ね。本当に。発泡酒業界はもう本当に発泡酒業界っていうか、ビールの種類として発泡酒っていうのがほぼ死にかけてるんだよね。死んでるんじゃないかって思うんだけど。ほぼまずいのしかないっていう。もう第三のビールがまずいからね。でもこれは第三のビールに比べれば、麦芽とホップと大麦と糖類と香料だから、まあ、糖類があんまりいらない気もするけど、それ以外は十分美味しそうな、原材料としては美味しそうですね。今日は、こちら。これはローソンストア100で購入しました、しめ鯖スライスという、これ2チャンネルのですね、ローソンストア100のスレッドがあるんですが、それにですね、これうめえぞ。みたいな感じで書いてありました。解凍するだけで食べられる。サバ、サバの味噌煮とか美味しいよね。油が乗った大西洋サバを使いやすくスライスしたしめサバです。しめサバなんて俺食ったこと、人生で多分、一回ぐらいしかないんだよね。俺の記憶にないからね。しめサバ食った記憶が、大体。チャラチャラーン。チャキーン。なんだこの効果は。いわゆる刺身的な感じなのかな。これがね、うめえと。これはすげえ。酒のつまみに、めちゃくちゃいいぞ、みたいな。これ何杯でも飲める、みたいな。こと、結構書いてあって、美味しいよね、みたいな話題になってたんで。はい。量的にはそんなに多くないのか。いただきまーす。あ、酸っぱい。ああ。はい。酢で締めたサバかな？うん。うん。うん、まあ。うん。全然美味しいし。うん。酢で、うん、油も乗ってるような気もする。まあ、100円だからね。サバは基本的に、確か高いよね、サバって。一匹200円ぐらいすんねん、サバって。高いんですよ。ただその代わり結構油が乗ってて美味しいんですよね。乾杯。お！柑橘系だ、ああ。柑橘系の香りがすごい、香りますね。いや、これ結構美味しいぞ。うん。特に甘さも、うん。糖類入ってる割には別に甘くもない。うん、嫌な甘さもないですね。これ結構美味しい。
ただ、どっちかっていうと、これは、あれですね、さっぱり系というか、まあ、コクはそんなにない。結構、レモンの、レモンを絞った第3のビールみたいな感じになってるな。味としては。わりかしまずくはない。まずくはないっていうか、まあ、これ値段いくらだ？値段いくらだっけ？忘れた。まあ100円ぐらいだと思うんですけどね。まあ普通に割かし美味しいぐらいの感じですね。まあ、ビールかって言われると、結構ビールの味は薄いんだけど、ほとんどあれですね。グレープフルーツとかレモンの味と酸味と、酸味っていうか香りか。と苦味みたいなのもありますね、若干。次世代を担う20から30代へ向けた新感覚のシリーズブランド、札幌ネクストスタイルより第1弾が登場。あ、これ第1弾とかなんだ。はぁ。ってことは通年販売はしない系かな？でも限定出荷とかも書いてないから、どうなんですかね。変えていく感じかな。これが第1弾ってことは第2弾、第3弾もあるということを考えると。わからん。あ、ゆずを一絞りしたような爽やかな香りと甘みを抑えた、なんとかしい口当たりが特徴的な新感覚のビールテイストが誕生しました。あ、ゆずだ！これ香り完璧にレモンだと思ったけど、それなんか違うなと思ってたんだけど、あれだ、ゆずだ。ゆずを、ビヤーって絞ったような味するね。その爽快な味わいは、ビールが苦手な人の口にも自然にスッと馴染むはず。ビールとのチューハイと、ビールともチューハイとも納得の全く新しいアルコール体験をお届けします。セブン&アイシリーズ、あ、違う、グループ限定販売。これセブンイレブンしか売ってないんだ、これ。らしいです。ゆずですね。これはゆずだ。完全にゆず。この特徴的ですね、ゆずの香りって。でもゆずの香りしっかりするんで、いや、なんか、中杯、ゆず中杯に、ビール1対1で割ったような味するな。あ、ビールっていうか、第3のビールかな。結構、ビールとしての味わいはかなり薄いですね。中杯のさ、あれに似てるかな。なんだっけ、
カクテルか。カクテルのあれに似てるな。ビールと、なんか1対1で割ったやつ。なんだったっけ？忘れちった。いや、でも、まあ、まずくはないですね。てかさ、前も言ったかもしれないけど、札幌の黒ラベルの黒ビールはどうなったの？あれ結局嘘だったのかな？あれ前黒ビール出るって言ってたな、言ってた気するんだけど、気のせいだった？俺の気のせいかな？なんか間違えたかな？情報。札幌の、北海道生搾りっていう、発泡酒は美味しいですね。俺好きなんだけど、これ結構。北海道生搾りって。これ発泡酒なんですよ。まあ、分類上。ほら、生ビールと、ビールって基本的にビールと、まあもしくは生ビールと、発泡酒と第三のビールってあるんですけど、その中で分類として発泡酒なんですよね。うん。まあ、第三のビールが新ジャンルとか言われてる場合もあるんだけど、俺は基本的に第三のビールって呼んでんだけど。発泡酒ってなかなかなくて、昔は本当に美味しかったのが、その、淡麗のご、生で、淡麗生ってやつが一番俺好きだったんです。淡麗、キリンの淡麗生が一番、それが発泡酒の中で最強にうまくて。あれが極上になってから、リニューアルしてからクソまずくなったんですよね。マジで。だから発泡酒ってなかなかないんですよ。結構にわかの人が発泡酒、第三のビールは発泡酒とか言ってることが結構多いんですけど。あれ、そもそも発泡酒と第三のビールって全く別ですからね。格としては、発泡酒の方が上なんですよ。味として。味っていうか、原料としてはね。でも、その点です。札幌の発泡酒頑張ってね。うん。キリンのね、発泡酒まずいのしかねえんですよ。キリンのね、発泡酒まずいのしかないんですよ。昔うまかったんだけどね。淡麗極上生と、淡麗グリーンラベルと、淡麗プラチナダブルと、キリンフレビアってやつですね。キリンは4種類あるんだけど、そのうちの、淡麗極上生が、まず一番まずい。で、グリーンラベルがまあマシなんだけど、ぶっちゃけて言うとグリーンラベルもまずい。薄い。糖質 70% オフなんですけど、これ、ビールの本質として、俺が言うんだけど、大体、ビールって、やっぱり、糖質がないと、ビールってうまくないんだよね。糖類じゃなくて糖質の、これは糖類入ってるけど、これは糖類っていうのと糖質っていうのがまた別なんですよ。いわゆるグリーンラベルっていうのは、これ糖類っていうの、これ糖類が含まれてるんですけど、糖類はこれ、あれですね、砂糖とかのそういう系ですよね。確かに。
だからグリーンラベルはそもそも、もともと麦芽とかに含まれてる糖類、てか糖質を、糖質ですね。糖質を除去してるっていう。まあ、結局のとこ、旨味成分みたいなもんなんですよ。糖質って。糖類と糖質の違いっていうのが、まあ、俺もあんまり、いまいち理解してないんですけど、糖類っていうのは糖質の一部。糖類っていうのが糖質の中の一部らしいです。つまり全体的に見ると糖質の方が割合としては一番でかいということですね。まあ、簡単に言うと糖類っていうのは砂糖です。糖質っていうのはその砂糖も含めて、すべての中の、まあ、ものってことですね。だから、簡単に考えると、糖類ゼロよりも、糖質ゼロの方が、ゼロにした量が、糖質の方が多いっていうことですね。つまることを考えると、グリーンラベルっていうのは、糖質が 70% オフなんで、すべての、その、糖にまつわる系統のやつを 70% ギャーンです。下げたってことね。うん。糖類、70% オフとわけが違うんですよ。ほとんどのな、結局のとこ 70% オフってこと 30% しか残ってない。で、基本的に糖類とか糖質って、糖質とかはね、やっぱ旨味成分とかも結構入ってると思うんですね。俺の中だ。だから朝日の、朝日じゃねえ。グリーンラベルとかは結構ね、旨味がない。ビールとかの、としての旨味が全くなくて、結論から言うとまずい。っていうことですね。だからあんまり好きじゃない。朝日は、朝日の第三の、第三のビューじゃん。発泡酒。朝日の発泡酒見ていきましょう。あれ？なんか新しいの出た。アサヒスーパードライの春霊辛口なんて出てるみたいでね。あ、5月30日発売だ。まだあと1ヶ月ぐらいあるわ。発泡酒。アサヒスタイルフリーが、あとスタイルフリーパーフェクトっていうのと、アサヒ本生ドラフト、アサヒ本生アクアブルーと、アサヒレッドアイと、沖縄産シークワーサーのビアカクテル。全部で6種類あるみたいですね。アサヒスタイルフリーは、先ほどの淡麗のグリーンラベルに比べるとさらにまずいというか、糖質ゼロの発泡酒。つまり、全部がゼロってことですね。こんなの一番うまいのは、アサヒ本生ドラフトじゃない？ただこれ売ってんの見たことないんだよね。見たことないっていうか、昔売ってたんだけど、今は全然見かけないもんね。アサヒ本生ドラフト。これが多分一番うまい。
で、アサヒ本生アクアブルー。これは、糖質が 50% オフっぽいですね。うん。でも、50% ぐらいだったらまだいいんですよ。まだいいレベルなんです。うん。糖質 50% オフって、まあ、暑い日に、飲みたい。ただね、このアクアブルーもね、今全然売ってないですね。どこに売ってんのかわからんっていうレベル。なんでなんだろうね。まあ、結局のところ、あれなんだろうな。売れないんだろうな。発泡酒よりも、生ビール売れた方が多分採算取れるんだろうな。で、アサヒレッドアイ。これは、普通にカクテルですからね。これ論外です。で、オリオンビールの、沖縄産シークワーサーのビアカクテルは、これ売ってるとこも見たことないんで、これもう除外です。ってなると、アサヒのスタイルフリーも売ってるとこ見たことない気もするなこれな。まあ、まだ売ってるとしたらまだこのスタイルフリーですね。そうすると、そうなるとやっぱり発泡酒って第3のビールに比べてやっぱり肩身が狭いですよね。なんか微妙なんだろうな、結局ね。結局その立ち位置が微妙なんだろうね。札幌、朝日、サントリー。サントリーはどうだ？サントリーの発泡酒はどんな感じ？どんな感じのあったっけ？発泡酒ないんだけど。サントリー発泡酒一個もない、笑った。まあ、でも、朝日みたいに、一応あるんだけど、店舗には売ってませんみたいな。感じようかいいよね。やっぱ発泡酒業界としてはやっぱり札幌が一番うまいと思うね。この、北海道生絞りが多分、一番うまいし、でも北海道生絞りも売ってるとこ見たことねえか。そう考えると、朝日、まあ、発泡酒業界は死んでるってことですね。簡単に言ったら。まあ一番売ってるとこが見たことあるのはやっぱり、淡麗シリーズですけど、淡麗自体まずいんで、もうお話にならないっていう、レベルですかね。買いかって言われると別に買いでもねえんだけどな、これもな。これも結局買いでもないんだけど、まずかないんだけどな。2243です。ご視聴ありがとうございました。